モーニング娘。10期メンバーの飯窪春菜です。東京都出身の高校3年生17歳です。よろしくお願いします。はい、オーディションを受けたきっかけが本当に道重さゆみさんがすごく大好きで、で毎日のようにブログをチェックしてたんですよ。でホームページでいつものようにブログをチェックしてたら元気印オーディションっていうのがあって、それを見てわいいなって思ったんですよ。でお母さんに相談して、お母さんがちょっと挑戦してみたらって言ってくださって、オーディションを受かった後に聞いたんですけど、なんか小さい頃テレビでモーニング娘。が映ってるのを見て、私ここに入りたいって言ってたらしいんですよ。それをお母さんから聞いてちょっと鳥肌が立ちました。本当に感動でしたね。でも高校の就職希望欄っていうか、その進路希望のところにモーニング娘。って書けるのがすごい嬉しかったです。友達とかはやっぱり仲いい子はもう調子乗ってんじゃないよみたいなこと言ってくるんですけど、いやちょっとこれだけは書かせてくださいって言って書きましたね。はい、そうですね、人のいいところ見つけるのは得意です。なんだろう、でもみんないつも褒め上手とか持ち上げ上手とかって言ってくるんですけど、でもそれは別に自分で自覚はなくって、ただ思ったことを口に出したらみんなうまいねみたいなことを言うんですよ。でも本当にそれは無意識というか自覚はないんです。はい、なんかたまに褒めゲーとか言ってくるんですよ。褒めゲーじゃないんですよ本当に。クドゥはいつもすっごいツンツンしてるんですよ。あの子究極のツンデレだと思うんですよ私的に。たまに本当に子供らしくなってえーいとか言って急にお腹をこうボンってやってきたりするんですよ。そうすると溝落ちとかに入るとうってなるんですけど、でも例えば眠い時とかクドゥがなんか寂しいって感じた時だから、いつのタイミングかはまだ私も掴めてないっていうかわからないんですけど、すっごいよく甘えてくるんですよね。なんか急にこう一緒に例えば街を歩いてる時も急に手をつないできたり腕組んできたりで、ずっとべったりくっついてるんですよ。で、あの可愛い顔じゃないですか、メロメロになっちゃいますよね本当に。で、しかもあのハスキーボイスっていうギャップで、本当にギャップ萌えでやばいです。クドゥは本当いろんな方の世代のツボにはまると思います。私なんだろう、漫画がすごく大好きなんですけど、テレビとかで他の例えばアイドルとかが漫画に詳しくすっごいマニアックに話してたりとかすると超悔しいって思うんですよ。もう負けないと思って、私も例えば同じ漫画が好きだったらもっと詳しくなってやろうとか思ったり、あとは名言とかがその漫画、まあ、各漫画によって名言とかあるんですけど、そういうのも自分で覚えて例えばイベントとかでファンの皆さんの前で言えたらなとか、そういう風に思ってます。無理だとか無駄だとか言った言葉は聞き飽きたし、俺たちには関係ねえっていう言葉があるんですよ。もう本当にかっこいいんですよ、その私が好きな漫画のキャラクターは。ダンスの練習だとかもいくらやっても成長が止まることはないじゃないですか。だから無理だって思ったりとかしないで、ちゃんと日々の努力を怠らないようにしていきたいなっていう風に感じたりだとか、なんかすごく深い意味を感じました。